モンゴル軍弓、原稿資料館にて、複合弓とは、複数の材料を貼り合わせることで射程と破壊力を向上させた弓のことである。特に木製、竹製の弓にそれ以外の材料、動物の骨や剣、角、鉄や銅の金属板を貼り合わせた弓のことを、合成弓とも言う。これらに対し、単一の材料のみで作られた弓を、丸木弓あるいは単弓という。 日本の数弓以外の複合弓は、馬上でも扱いやすいようにそれほど長大に作られては、ないのが普通である。イングランドの長久や日本の初期の和弓のように弓を大きくするのではなく、素材自体を改良した弓なので、大きさの割に強力な張力を持っていたが、使いこなすことが困難だった。特に、ユーラシア大陸中央部の遊牧民は素材のみならず、構造にも改良を加えた。 例えば弓の両端や中央部は曲がる方向とは逆に大きく反っており弦を外した状態では使用時とは逆に反り返って C の字になった。矢も合成弓の威力を十分に活かすために矢尻は他の弓で使うものよりも比較的小さく細く軽めのものを使用した。湯掛けも他であれば弦を胸までしか弾けないところを耳やそれ以上にまで弾けるものに変えた。 弓職人が製造の秘密が漏れることを恐れたために、詳しい製造法は現代まで、ほとんど残っていないが、多くの合成弓はまず軸となる木製の弓を用意し、弓を引く時に伸びる、側の外側に、糸状にほぐした動物の剣、逆に縮む、側の内側に、動物の角や骨を二皮で貼り付けて製作した。木製の部分は薄く、 それ自体が弾力を持ち弓の威力を上げるというわけではなく、どちらかというと弓を組み立てるための土台に過ぎなかった。特に動物の剣を糸状にほぐす作業は多くの手間と時間が必要で、二カで材料を貼り付ける際も完全に貼り付けるために場合によっては何ヶ月もの時間が必要となるため、長大で威力のある合成弓は大変高価だった。威力については、 肘ぐらいまで弦を引いただけで、胸の位置まで引いた長級と互角かそれ以上の威力を持ち、実際に戦闘で使用するとなると弦を耳の位置やそれ以上まで引くことのできる湯掛けを使用したためさらに威力が増した。合成弓の中でもトルコの弓と呼ばれる弓は長距離用の矢を約600メートル先まで飛ばし、コンパウンド棒以前の弓としては最長の射程を誇るとされる。 古くは古代エジプトに侵攻したアジア系の民族ヒクソスガキと動物の角を材料にした合成弓でまだ軍事的には貧弱だったエジプト人を苦しめ同時に合成弓をはじめとする様々な軍事技術をエジプトにもたらした特に合成弓を盛んに改良したのはユーラシア大陸中央部の遊牧民に属する諸民族で特にスキタイ、パルティア、郷土、フン。 マジャール、セルジューク、モンゴルなどの民族は合成弓とそれを効果的に活かした戦法でヨーロッパや東アジアの農耕民にとって大きな脅威となり中には東ローマ帝国のようにわざわざ輸入してまで軍隊に取り入れる国もあったこうした遊牧民の軍隊は十五から十六世紀以降の小銃が発達した時代になっても馬上での銃の扱いにくさや連射ができないこと また民族としての誇りから合成弓を持って戦い続けた。長所一つの素材から作られたセリフ棒に比べ小型で好威力を出せるため取り回しに優れる。馬上や馬車からも打てる。大抵リカーブ棒の形状となる。短所作成に手間と時間がかかる。素材を接着するに皮が湿度に弱い。そのため湿度の高い地域や雨の多い地域に住んでいる人々が セルフ棒を好むのに対して、複合弓は温帯や乾燥した地域で好まれた。また、弦に関しては、近代以前のあらゆる弓で雨と湿度の悪影響を受けるため乾かした状態が良いとされている。6世紀のビザンチン軍のマニュアルであるマウリキウスのストラテキコンによると、複合弓を皮のケースに入れて乾いた状態を保つよう記載していた。 アラブの弓弓は預言者シュマイルによってもたらされたと考えられている。アラブでは手で打つ弓ヒジャージと足を使うものがある。複合弓はモスヌー、アーもしくはムーラカバと呼ばれる。ヒジャージには3種類あり、1つの板からなる弓、1種か2種の長さが違う板を貼り合わせた弓、動物の剣や角を使い強化された弓の3種類である。この3番目が 複合弓に相当する。使用される木材は同じ木材であるが山頂、山腹、山のふもとで取れたもので使い分けする。一種類の板を貼り合わせた弓はフィルック、二種を合わせた弓はチェアリと呼ばれる。ヤギの角と剣で強化された弓は精鋭や水のそばに住んでいる人間のみが使用する。強化された弓が限定的に使用された理由については不明であり、研究者は 動物性素材に使用する接着剤が乾燥に弱いなどの理由を挙げている。ありがとうございます。